株式会社ドコモバイクシェアは東京都港区に本社を置く NTT ドコモ参加のレンタサイクル運営会社である。2010年から NTT ドコモが行っていたサイクルシェアリング事業を推進するため2015年2月に NTT ドコモと NTT グループの NTT 都市開発 NTT データ NTT ファシリティーズとの合弁で設立。チをクルで使われている。 ブリジストンサイクルビッケモブデートバイクのサイクルポート、コボリンのサイクルポートと無人登録機 NTT ドコモが開発した次世代コミュニティサイクルシステムを使い予約、貸し出し、返却、課金処理や鍵の制御、バッテリー残量、GPS による位置情報の取得を行っている。また自転車の後部には遠隔操作が可能な場定常と 操作パネルフェリカカードリーダー GPS、加速度センサー、携帯電話回線を使用したデータ通信モジュールが一体になった装置が設置されている。なおこの装置の電源は電動アシスト用のバッテリーから供給されている。このため従来の機械式レンタルシステムと違い、サイクルポート設置には大掛かりな工事は不要で、自転車スタンドとビーコンを設置するだけでよい。 このためわずかなスペースでも設置することができる。自転車の車体は電動アシスト自転車を使用しており、NTT ドコモのコーポレートカラーである赤色で塗られている。全国的に同一仕様で揃えられているが、地域の実情や導入時期の違いにより細部が異なる場合もある。2017年6月末時点で全国26都市でサービスを行っており、自転車は 約7700台、サイクルポートは約760箇所、登録会員数は約39万人。2017年度の利用実績は約470万回。かつては同一アカウントを全国で使用することができず、地域ごと異なるアカウントを取得する必要があった。しかし2019年2月から運営受託を行っている大半の地域で、 アカウントの相互利用が可能になった。出展サービス終了サービス終了市場イベントと短期間の実証実験のみ記載公式アプリ。ありがとうございます。